はい、回転です。マーベルズ・スパイダーマンね、続きをやっていきますが、前回ね、ヴィランのフィスクを捕まえましてね、ちょっと、まあ、これか、フィスクタワー、ちょっと落ち着いたところですよね。で、ちょっとなんかレベルが上がったり、いろいろしたみたいなんで、スキルツリーを呼び出せっていうふうにして言われてますんでね、ちょっとやってみたいと思いますが。さあ、いろいろと、メニューが選べるようになってますね。レベルアップでスキルポイントをゲット。スキルポイントは一定の経験値を獲得することで手に入ります。はい。ミッションをクリアしたり敵を倒したりして XP を獲得し、さらにスキルポイントを獲得しようと。はい。で、イノベーター、ディフェンダー、ウェブスリンガー。ここら辺がなんかちょっと覚えられますと。右側に説明があって、イノベーターというのはウェブスロー。ウェブを巻きつかれるか、感電させた敵を三角砲で掴んで投げると。敵に投げつけたり、壁にくっつけたりできると。これ、ウェブ巻きつけるっていうのは、まあ、L1 で巻きつけると。そうすると、なんか、なんだろう、障害物っていうかね、できたものを、なんか、ゴミ箱とかそういうのを投げるのと同じような動きができると。ディフェンダー。スパイダーセンサーが青になった瞬間に丸を押すと、敵の側にウェーブショットで反撃すると決まるとフォーカスが増加する。これってすごいいいと思うな。うん。これを覚える。これを覚える。ああ、ちょっと待って。ウェーブスリンガーは空中で四角をホールドする敵をスイングキックして空中に飛ばすと。これもいいですね。うん、これはちょっとね、覚えたいね。これ。スキル、ん?てかもう覚えてるってことか。そういうことか。これ覚えてるんだよね、もう。え?ホールドすんのか。はい。パーフェクトドッジ。はい。これ、ちょっと増えましたね。敵を当てた、攻撃を当てた直後に四角でフォーカスがさらに蓄積される。フォーカスをね、貯めた方がいいんじゃないかなっていう気がするんですよね。パーフェクトドッジとウェブショットカウンターの入力可能時間が伸び、発動しやすくなる。まあ、これもいいですよね。うん、これもいい。これも俺いいと思うな。高度下げずにウェブジップする。空中攻撃のダメージが増加し、よりフォーカス、ね。フォーカスはね、ちょっと、三角丸を押しながら L を空中トリック、行う方向に倒すと、フォーカスと XP が追加で獲得できるって。敵を攻撃しなくても、フォーカスと XP が、できるんだね。でもこれって戦闘中にこんなことできないよな、多分な。まあ、とりあえずレベル1は覚えておこうか。うん。であとちょっと考えよう。コストがまだ1だから結構覚えられるんだよね。うん。ウェブスロー、ノックダウンして周囲を一掃する。あ、こういうのね。こういうのいいでしょうね。ハングフィニッシュできる範囲を拡大。敵拳銃やバトンのような小さい武器を奪い取る。うん。これいいね。これ覚えたいね。もうフォーカスをちょっと、フォーカスがたまるやつをね、ちょっと、こうメインで覚えていこうかな。コンボ中数が上がるとフォーカスの増加速度も。まあ、これもちょっと、これ覚えておいておきたい。はい。いやー、いいね。一気にこれ強くなったんじゃない?これ。で、地図。うわ。ベランダから最高すぎ。人生を変える映像。うわ、なんか、うわー、何これ。
あんまり見えないけど、なんか情報を得るようにできるところがあるのかな。ああ、ミッションが始まった。ちょっとこれ消したい。スキル、ミッション、本当の仕事。ああ、本当の仕事行かないといけないんだ。チャレンジ。これは、勝手に溜まっていくんだね。うん、なんかもらえるのかな。XP。キャラクター、あ、ピーター・パーカー、スパイダーマン。23歳。もう結構、ね、高校生、今、アベンジャーズとかね、ホームカミングとか、まあ一番最初の方もそうですけど、高校生とかね、高校出たてとかそのぐらいだったと思うんですけど、結構年がいってるっていう感じですね。うん。はい。ウィルソン・フィスク。これは、倒しましたね。204キロ。すごい。相棒。バイオグラフィー。うん、技リスト。ああ、技リストがね、ちょっとね、やっぱ結構最初のね、フィスク戦まででも、いろいろとね、できるようになりましたんでね、うん。ドッジ、うん。パーフェクトドッジ。タイミングよくかわさないといけないわけですね。ダメージが向こうになる。フォーカスがいっぱい溜まっていく。ロングドッジ、うん、ドッジ後にジャンプするとジャンプ距離が伸びると。ドッジアンダー、はい、オールアタック、はい、ウェブシューター、プルダウンアタック、うん、ホールドね、前のものを投げる、はい、フィニッシュムーブ、はい、ヒール、はい、エアランチャー、うん、エアランチャーフォローアップ。いやー、いろんなことできるよね。すごいよ、これ、本当に。スイングキック。なんか単調に、戦闘とかね、ただなんか、ボタン移行してるだけかなっていうようなね、気がしてたんですけど、全然そんなことなくて、いろんなね、操作ができますね。ちょっと、すぐにはこう、覚えきれないほどできる。うん、いや本当にすごいと思うな、これは。こんな早く走れんだね、ウォールランって。垂直ウォールジャンプ、ウォールコーナリング、おお、かっこいい。丸を長押しなんだね。シーリングハング、ああ、そんな感じですね。ちょっとおいおい覚えていきましょうかね。はい、とりあえずね、パーカー、今どこだ。直任委員がここに来る。装置の動作チェックをしないと。ああ、すみません、もうすぐ着きます。はあ、一人で何とかするよ。博士、危険ですよ。博士の熱意は尊敬するけど、たまに裏目に出ちゃうんだよな。怪我する前に行かないと。ん？空中で急降下。みんな怪我しちゃう。
やっと着いた。さあ、仕事してるんですね、やっぱりね。なんか、あの、ウォールストリート、なんか、なんだっけな、なんか新聞かなんかのね、記者やってるんじゃないか。記者じゃない、あの、カメラマン、カメラマンってんじゃない。委員会のトップがやってくる。心配するな、開発したのは私だ、一人でやれるよ。あら、制御装置が始まる。制御装置が、まずい、制御できなくなる。あ、止めた方がいいんじゃ。まだだ。オットーってあれあれだな、多分オクトパスだよね。博士、怪我は？ドクターオクトパス。これスパイダーマン3とかで飛びまぐれのね、三部作、サムライミ三部作で出てきたやつじゃないのかな。2か ?2 でしたっけ？2か。全部僕のせい。そのエネルギーレベルが予想以上でね。だが言い換えれば、なんか核融合をもうちょっと開発しようとして、ね、失敗してっていう感じで、先走るのはやめましょう。で、なんかビーラになっちゃったっていうね。場所を変えてお話できます？ピーター、今日はもう帰っていい。でもまたゆっくり話そう。まあ、結構歴代のヴィランがグリーンゴブリンとかも出てくるのかな。なんか いろいろ出てくるのかな。本当最悪、制御装置が効かないなんて。偽証チェック。博士には休めって言われたけど、原因を確かめなきゃ。ああ、ひどい姿になっちゃって、あんまり可動域は。何がまずかったのかな。ん？タブレット。え？オクテビアス・インダストリーズ。サーボコントロールの損傷、サーボモーター接続、減圧コントロール。え？回路が焼けてる。くそ、僕が事前チェックしてたら絶対見つけてた。こんなパズルで回路が直っちゃう。終点のオレンジの終点ピースをつなげる。はあ。ん？これどうするわけ？回転できねえぞ。あ、これを使ってことね。これが5個あります。はい。これだな、簡単なんじゃねえのこれ。違うな。あ、いいのか。やった。修理したのか。オッケー、サーボ制御のルートを変えてっと。またか。こっちからこくんだな。じゃあ分かったよ。それはこれはなんだ、一通っていうことかね。一通のものがあるのかな。これこれと、これはこうだよね、多分ね。うん、こうだね。こうだね。これ違うな。こうだね。こういうことでしょう。
あれなんか足りねえ、大丈夫か。いいぞ、それじゃあ次は。そしたら今度は電圧を再調整。電圧再調整、セーフか夫婦か、はい、目標電圧3にします。はい、2、あれお、曲げる、曲げられんのこれ。あ、これじゃダメなんだね。2だね。終わり。修理した。パズルで直っちゃった。はい、パズルで。それじゃ試してみるか。簡単だな。俺も学者になるかなこれ。新品同様。上がっ、ああ、けど可動範囲が広くなりましたね。若干。博士は義手用の素材をテストしてたんだ。そういえば、うん、研究成果をレビューしてくれって言ってたっけ。ラボで回路タスクを今やっちゃおうかな。行えるようになった回路タスク。ここって何回も来るのか。もうオープンワールドですからね。走れねえ。今日はついに補助金審査だ。準備はできた。研究は目覚ましい速度で進展した。まさか新調はクチュレーターを許容値に戻せるとは思っていなかったか。パーカーが、え、あの子のゲリラ科学を見る目は他に類を見ない。褒められてる。カスタム機械加工の補充部品を注文しようとした時、ちょうど彼が工務店から溶剤のボトルと歯ブラシを持って帰ってきた。見事アクチュエーターの問題を解決した。あの子は間違いなく天才だ。ピーター・パーカーは頭いいんですよね。もう10分遅刻だ。まったく遅刻は確かに悪いですけどね。きっとがっかりさせたよね。やっぱ天才っていうのはね、どっかあの人と違いますからね。何かその人とに秀でてるところがある反面ね、どっかをねちょっと抜けてるところもあるんですよ、まあ、それがね、それで全部否定されるべきじゃないんですよね。だからエジソンとかもそうですけど。ピーター論文のレビュー感謝するよ。エジソンとかもね、問題児だったわけですからね。実は試着の準備をしている最中、馬鹿げてはいるがこう考えてた。本当にこれが手足の代用として最良なのかと、別の方法があるんじゃないかと考えてしまうんだよ。そんなにあのスパイダーマン2ではね、そんなにオットーとピーターは新しい素材をテストしてたの。あんまりその親密な感じではなかったですけどね。もう原作ではすごい親密なのかな。オールは未知の物質を吸収スペクトルからスペクトルから特定することです。未知の物質のフラグメントを使ってスペクトルの名前の吸収面をマッチさせます。パズルだ。はい、これね、はい、これを、はい、マッチ、はい、これなんかパズルだな。簡単じゃないか。発見みたいな。やった、俺もなんかノーベル賞取れるかな。ハイドロゲルとポリマーの合成素材、強力だけどインピーダンスだね。今の他の素材探した方がいい。今のパズルでそんなんできちゃう。やったーみたいな。何が恩恵なの。よし、これ以上ヘマしたくないし今日はもう帰ろう。クラフタスクにアクセスでスペクトル、タスクを完了して XP と報酬を獲得しよう。へえ、そんなこともできるんだ。ちょっとやる。
未知の物質、うん、あのパズル やるだけで XP がすげえ手に入るんでしょ。これ制限時間とかあんのかな。まああんまり別に大したこっちゃないけどさ。あ、違う、制限時間あんのかな。え、こんなの簡単じゃん。どんどん難しくなっていくのかな。ポリジーメチル白木さんわあ、どんどんやっていこう。これ、これも義手の接続部の素材みたいだな。あれ、なんかちょっと難しくなってるぞこれ。あ、こういうことか。2つやるってことね。あ、違う、若干難しくなってる。どういうこと？これかな。あー、ちょっとむずい。え、違うとこやっちゃいけないんだ。え、むずいじゃん。わかんない。え、どういうこと？あ、じゃあこれじゃないのか。これ、これとこれとこれってことか。あ、そういうことね。はい、そういうことか。これかな、これとこれ。はい、そういうことね。あれ、これだよ多分。これちょっと時間かかるね。そういうことね。まあこれもちょっとずっとやってるとね、これ大変。ああ、ハイドロゲル IPN、 うん、これならいける。うん、うんこ、レナ、なそう、うんこに見えたよ。はい、まあいずれこれここら辺もね、アンロックされるんでしょう。はい、でなんかさっきのパズル、さっきやってたパズルもなんかタスクが、これなんだろう、音楽。よく深夜までラボで過ごしたな。博士がお菓子を買っておいてくれてさ、もっとチーズのやつ買っておいてくれればな。まさかこんなに早く義手が進化するなんて。試作の時は古い電子レンジの部品を使ったんだっけ。とりあえず出ますか。人工装具のハードウェア改善だったね。博士の発明をレビューしてダブルチェックしておかないと。ラボはどこにあるんだろう。マップに表示されるんでしょうね、一回行ってるから。うーん、オープンワールドだもんな。フォードスーツダッシュでオブジェクト上でパルクールっていうのがね、ちょっとよくわかんないんだな。何パルクールってパルクールって、パルクールがわかんないんだよね。はい、イエーイ。スパイダーマン、こちらユリ。フィックはもうライカーズ。ライカーズじゃない、あいつはVIP待遇されるらしいから、ラフト刑務所。ああ、スコーピオンやエレクトロと一緒ってこと。フィスクもついに大御所の仲間入り。ちょっと署に寄ってくれる？問題が起きてあなたの力を貸してほしいの。君のためなら喜んで。すぐ行くよ。ユリとちょっといい感じになってんのかな、スパイダーマンはな。なんだこれ、記事だって。ツイッターなの。ツイッターやってんの。はい、スキルミッション、はい、チャイナタウン行けって言ってる。渡辺ユリさんがね呼んでます。はい、でちょっと見たかったの地図がな、よくわかんないんだよな。
これラウ、これ自分の位置だよね。これ全然わかんない、ね、俺、僕の家。なんでラボの位置が表示されるの？広っ。ぐへぇ、広いな。あ、でもマンハッタンの中だけなんだね、とりあえずは。外側はいけないか。うん。ちょっと、とりあえず行きますか。うん、ファクトニュースも。最新号か。僕の大ファンはフィスクの逮捕をどう思ってるのかな。ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースへようこそ。リスナーとこの街の問題について語るのはおなじみピューリッツァー賞を受賞した2度な2度も受賞したデイリー・ビューグルの元編集長だ。本の宣伝。そしていつも通り彼の著書スパイダーマン脅威か悪党かを放送の24時間以内に注文すると追加でサイン入り版をゲットできるぞ。宛名は書かないからな、調子に乗るなよ。諸君、ジェイ・ジョナ・ジェイムソンのファクトニュースが世界にあふれる未知の脅威についてお知らせしよう。早速電話をつなぐぞ、喋って。スパイダーマンはウィルソン・フィスクを倒したんだから敬意を払うべきじゃないか。だってギャングのボスが減ればみんなハッピーだろ。なるほどな。それで君は警官か検察官、それとも私のような百戦錬磨の受賞歴のあるレポーターか。あ、いや、配管業者。なるほどな。じゃあ黙ってうちのトイレを直してろ。あの前のボスについての豆知識だこんなこと日本で今言ったらね、大変なこと叩かれますけどね。肺がん直してろみたいなギャングの構想を開始ってやつだ。だがあのウェブヘッドが気にすると思うか。なきゃない、テレビに映ることしか気にしてない男だぞ。はあ、でもおかげで手数料なしで同感が手に入る。だから構想が始まるまではウェブヘッドの味方だ。新入りマフィアにそいつを3倍の値段で売りつけられたり足をへし折られそうになればそのくだらない考えも変わるだろう。じゃあな。見てろよジェイムソン、絶対僕のこと認めさせてやるからな、そのうちね。あそこか。よし、渡辺ゆり。やっぱ渡辺っていう姓はね、禁煙したんじゃなかった？渡辺謙さんがいますから、くだらない話し合いには有名なんでしょうね、日本人の。なるほど、名前として。で、話って、パーティーにエスコートしてほしい？白黒のスーツあるの？あー、パーティーなんてないわよ。メリー・ジェーンはどこ行っちゃったの？予算使い果たしたし。あれ、マーベルズ・スパイダーマンでは、ね、1時間前まではいないのかな、メリー・ジェーン。街中、根こそぎね。なんで？メインサーバーが妨害されてるらしくて、どのタワーもオフライン。ふん、スパイの仕業？かもね。メリー・ジェーンと結婚してないって。今はタワーを復旧させないと。急いでね。それで僕呼んだの？ああ、ロマンチック。信頼できる人が必要だったの。それに信号が暗号化されててお手上げなのよ。なんかどうせだったらもっとね、日本で有名な女優さんをモデルに。壊したら弁償よ。信頼してるんじゃないの？知ればよかったんじゃないですかね。例えば誰のがれさん、誰のあれ、あけみさんとかさ、ね、今あのアメリカ進出しようとしてるローラでもいいけど。データこういうの。どうやって、ま、あるおお、伸びた。あ、これを、これで、タワーオンラインに戻ったみたい。さすがね。マップに詳細が映るんじゃん。他のタワーも直してくれない？もちろん、ね。ところで、なんかこれ直す途中でタワーに同期したら、UBI ソフトっぽくなってきてるよ、これ。送られてきてさ、自分で窃盗が起きてるみたいなんだ。なんかちょうどいい。近くに部隊がいるわ。UBI っぽいことになってるよ、これ。進行。ん？スパイダーセンス。
お、サブクエスト。やれ。何をやるんだ。やめろ。やめろ、そんな手荒な工具で。もっとスマートにやれ。鍵忘れたって感じじゃないよね。近接部長、それほとんどの攻撃をガードするエアランチャー、ウェブ、投げられるオブジェクトの、攻撃に弱いと。おじゃ。だいぶ自由自在に動かせるようになってる。おいしょ。おい、これでいいのか。よし、面白いね。ありがとう。犯罪特訓をゲットして性能の良い装備を作る。ついてるね、ユリ。君のお気に入り、こわもてだけで娘ないベテラン刑事の登場だ。え、ちょっとやめて。ウェイ、やらないって約束。破壊コップ、勘弁して。ちょっと少しやってみようかな。まあ、この本当にスパイダーマンのね、なってる感じがしますわね。こう垂れ込んだのはてめえか。近寄るんじゃないよ。やめろ。ああ、こいつだよ。近寄るなってば。スパイディが相手だ。あっち行って。おい、騒ぐんじゃねえ。触んないで。話してやれ。スパイダーマンだ。ブルートは近接攻撃ガードする。ウェビーは投げられるオブジェクトで呼ばらすよ。わい、おぉ、やべ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 。もう危ねえな。手を出せばこいつ殺すぞ。ターゲットを狙い。いいね。あれ、助けてんの。もう大丈夫ですよ。やっぱりジェイムソンは間違ってたんだね。ジェイムソン、あんたは変わり者だけど、いいやつみたいだ。行く当てはあるんですか。行く当てってどういうこと。あ、もちろんそうだよね。でも参考までにフィーストセンターっていう場所があるんだ。知ってるよ。施しはごめんだね。美味しいパンケーキがあるんだよ、町一番。母さんがよく作ってた。もう長いこと食べてないけどね。行ってみるよ。ありがとう、スパイダー男。スパイダーマンだって。スパイダーマンね。お、上に登って次のタワーを探そう。そうだ、ちゃんとこれも導かれてるわけね、多分ね。空高く舞い上がり、スパイダーコップは次の目的地、監視タワーを探すのだった。いきなり声色を変えるからさ、誰が喋ってんだから。え、まさか、あんなわけないだろう。スパイダーコップに手を焼く所長、二人の溝は深い。頼まなきゃよかった。
早い。タワーを改良すれば、はい、犯罪以外も追跡できるようになるかも。UBI だ UBI アッサシンクリードとかねえ。あ、成功。タワーがいろんな無線タグの信号を受信し始めた、うん、この近くのは何だろう。なんか面白すぎてやめの気が分かんなくなっちゃいますね。どんどんやろうと思っちゃう。はい、ただちょっとね、36分ぐらい、経過しましたんでね、一回ここでちょっと今回のねプレイを終わりにしたいかなと思います。うわ、綺麗なマンハッタンのこの景色ですよ。これを景色にちょっと写真撮りたいな。写真写真モードってどうやってやるんだっけ。自撮り写真ちょっと写真撮って終わりたいなフォトモードかこれね。自撮り、これでしょ。これね、ちょっと、後で写真撮って、ただちょっと逆光だね。写真をね、ツイッターにあげようかな。はい。ということでね、ちょっと、まあ、切りのいいところなんでね、ここでちょっと一回終わりにしたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。海底でした。